本大学のチョコレートユニット、今 SDGs ユニットになりましたけども、リプルという、学生たちが主導で、やっている団体があります。このリプルはですね、昨年の秋から、いろいろチョコを売る中で、ウクライナのリビウのチョコレートを売ったりとか、もしくは募金を、募金箱を設定したりとかして、クライアントにお渡ししますということで、この1年間集めてきました。なんと2万56円、素晴らしい結果になりましたし、皆さん例えば一人一人、子どもたちは小さなお金、大人たちはちょっと大きなお金もありましたけど、一人一人多分真心も組まれておりますし、まあ、あともう一つ、これ手前味噌なんですけど、学生たちがやっぱりウクライナのこの支援箱をやって呼びかけて、どうですかと、ウクライナのチョコレートも美味しいんですよみたいなことを言って集めていただいた額がこの2万56円になりましたので、片岡ソフィアさんが今、幹部を務めるクライアリーに、これをお渡ししたいと思います。本日はお越しくださりありがとうございます。去年にウクライナへの募金贈答会を行ってから、数多くのイベントに参加させていただいて、そこでさまざまな方に募金活動にご協力いただき、合計でこの2万56円を達成することができました。イベントではウクライナ募金に興味を示していただけるようにコイン落としを実施して、工夫するなどして多くの募金をしていただきました。その結果、多くの方にウクライナのこととウクライナにする募金の意味を知っていただくことができました。一日でも早くウクライナとウクライナに関わる人々の平和が取り戻せることを祈っています。お願いします。ロシアの侵略戦争が始まる戦争は今始まった2年以上経っている中で、少しずつこう最初はニュースが上がって話題になっているんですけど、最近は少しずつそのテーマが進んできている中で、こういった活動で、そのチョコレートでそこに暮らすウクライナを支援するという素晴らしい取り組みをしていただいて、本当にありがたく思っています。こんなにたくさんの方に寄付いただいて、今話題には上がらなくなったんですけど、2年前と比べて非常に厳しい状況が続いています。でウクライナが必要としている支援というのも、もともとは例えば食料だとか医療品だとかというところからいろんな分野に広がっていて、さらにブースト化しているというような状況の中で、これだけの支援をいただけると、さまざまなプロジェクトに活用することができると思っています。で私たちは子どもたちが安心して学校生活を送れるために、学校内の防空壕、シェルターの建築だとか、あとは占領されている地域から逃げてくる国内避難民を支援していたり、病院、攻撃された病院で必要な支援を受けたりするので、そういった形